去年の12月28日のツイートを最後に情報が途絶えている東京グール RE Call to Exist ですが皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか今回はあれから半年動きはあったのかについて話していこうかなと思いますまずは良い,い情報からまあこれが良い,い情報と言って良い,いものがわからないのですが東京グール RE Call to Exist は本来2018年冬に発売予定でした そして去年のうちに2019年に発売延期が発表され、年末のツイートを最後に公式のツイッターは息を潜めました。いや、息を潜めたかのように見えましたが、僕の記憶では今年の3月、もしかすると4月あたりだったかもしれませんが、公式のツイッターに動きはありました。確かに動きはあったんです。年が明けて数ヶ月経っても発売予定のところがですね、 2018年冬のままだったんですね。公式ツイッターのプロフィールの。それが2019年に発売予定と変更されていました。それだけです。いや、それだけなんですけど、まあ、てっきり発売中止かなと思ってたところに、この変化は正直嬉しかったですよ。まあ、それから3、4ヶ月何もないんですけど。そして2つ目、秘宝です。 これは YouTube に動画を投稿した際の設定画面です。YouTube に動画を投稿している人は必ずこの画面でタイトルとか概要欄とか翻訳とかサムネイルとかまあいろいろ設定をするわけです。そしてゲーム実況動画を投稿している人は何のゲームの動画を投稿したかを設定できるんですね。えー、そして YouTube 上にはこれまで発売された ほぼすべてのゲーム、そして発売予定のゲームですら登録されています。例えば、ここにですね、東京って打ちます。すると、東京というワードが入ったゲームがすべて出てきます。もちろん、えー、僕はいつも動画を上げている東京グールリ・インボーク。そして、えー、海外のゲームですが、東京グール・ダークウォー。で、えー、下の方に行きますと、 サービスは終了したんですが、ここに東京グールカルナバルすら存在しています。で、えー、まあ、お気づきの方もいると思うんですけど、何が言いたかっていうと、言いたいかっていうと、ここに東京グールコールトゥイグジストの名前はありました。つい先日まで。まあ、2週間ぐらい前ですかね、僕はこれに気づいたのは。あれ、ないぞと思って。うん、ずっとね、あったんですよ。あったから、あのー、僕はね、安心してたんですよね。情報発信が途絶えても、 まあ、ゲームとして登録されているから、待ってればそのうち情報が出るだろうと。でも、消えました。綺麗さっぱりと。まあ、これは、まずいぞとさすがに。これがですね、違法です。以上がその後の動きになります。え僕、このゲームのストーカーやってるんで、こういう細かな動きすら見逃さないんですけど、さすがにそろそろ何か情報を出してほしいですよね。 ちなみに僕はまだまだ諦めていませんので、運営から何かしらのね、えー、情報があるまでは前向きに、えー、待ってみようかなと思います。えー、では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。よかったらコメントを残していってください。お疲れ様でした。